こんにちは、こんばんはかな、いや多分おはようございます。どうも、エウレコです。早速、乃木坂46松村さゆり、吉本坂46に嫉妬へ行ってみましょう。同グループは吉本興業に所属する6000人に及ぶ一通りの芸人、俳優、文化人などを対象とし、応募者総数1747名から6次の査定を経て、選ばれた46名により構成されるグループ。26日、結成からたった4ヶ月後でのスピードデビューを果たした吉本坂46は、前もって番組の進行役、番組には、乃木坂46の秋元真夏、松村さゆり、堀未央奈、与田祐希、山下美月の4人が、豪華なドレス姿で来てた。紅白関連の番組に出演している吉本坂46に反対に、松村が、うちらも出るのにすごい時かかったんですよ、と、頬を膨らませると、お笑いコンビ次長課長の河本純一が、むちゃくちゃ綺麗や、ん?と松村の可愛さにやられていた。レコード法人のオーディションを受けまくった松浦が圧倒的な歌唱力を発揮、ポケットビスケッツを目指しているといい、松浦は芸人になる前歌手になりたくてソニーミュージックさんも受けたんですけど、書類で落ちて足にも棒にもかからなかったらしい。14年経ってやっと CD デビューできました、と喜びを爆発させていた。そのような松村さゆりさんは、同期の白石麻衣さんとは大の仲良しであるそうで、こんなエピソードがあるそうです。乃木坂46のオーディションの帰りに知らない人に絡まれていた松村を白石が助け出したというエピソードも飛び出しました。駅でなんかされてて、松はオーディションのケースから可愛かったから覚えていたらしく、私も人見知りだから声をかけるのは肝っ玉が言ったんだけど、共に帰ろうって白石と映画のワンシーンのような出会いを振り返っている。どうでしたか？今回もご視聴ありがとうございます。また面白いネタなどありましたらコメントしてください。最後にチャンネル登録していただけたらジャンプして喜びます。